イメラジオ第3249回、今日は令和3年9月24日金曜日です。時刻は午後7時、横浜港北、金曜の夜が来ました。 TGIF です。センター北の観覧車は今日も緑に輝いていますね。今7時、これから9時ぐらいにかけて港北の夜景が最もキラキラする、そんな頃でもあります。リスナーの皆さん、フライデーナイトいかがお過ごしでしょうか。さて、3249回目、今回はイラクの歴史お話ししましょう。イラクの歴史。バグダードがあるところですよ。今21世紀イラクとかバグダードといってもなんか遅れた地域、なんもない地域、そんな風に思えるかもしれないけど、それこそ紀元前、何百年何千年、あるいは紀元後においてもイスラーム世界が広大だった頃、このバグダードこそ世界の中心だった。アッバース朝ですよね。そんなイラクの歴史をお話ししましょう。ウルク、ラガッシュ、こんな都市の名前、世界史で、しかも世界史の一番最初の頃で覚えさせられますね。都市があったんですよ。あのチグリス・ユーフラテス川のあたりに、要するに今のイラクですね。で、このウルクという都市、これがね、なんか今のイラクというそういう名前になっていったようです。しかもこの地域がイラクと呼ばれるようになったのは、それこそイスラム世界になってから。それ以前はメソポタミア地方とか、こんな呼ばれ方してたんですね。で、ここには紀元前2000年の頃からシュメール、アッカド、古バビロニア、この時ハムラビ王ね、世界史で出てくるでしょ。目には目を、歯には歯をっていうハムラビ法典で有名な古バビロニア、そしてアッシリアで、その後新バビロニア、この時はネブカドネザル2世というすごいお名前の、あの君主が出ましたよね。で、こういう、まあ、あの様々な帝国がこの地域に起こっては消え、で、このチグリス・ユーフラテスのこの辺って豊かなんですよね。だからそういう場所は土地が豊かだから、いろんなものが取れて、ですからこういう大きな帝国が栄えます。逆にアフガニスタンみたいに山岳地帯か草原みたいな、山岳地帯か草原、こんな場所にあの帝国できない、文明も流行らない。で、あのアケメネス朝ペルシアっていうのがありましたね。アケメネス朝ペルシア、そして紀元前から紀元後にかけてこの辺はアルサケス朝、あの安息と呼ばれたパルティア、そして紀元後
ササンチョーペルシア、パルティア、そしてササンチョーの頃クテシフォン、ここが首都でした。もう今廃墟みたいになってますね。ゾラスター教が国教だったという。でこのササンチョーペルシアの頃に7世紀イスラーム教がアラビア半島で勃興、でそのイスラーム教の勢いがここイラク、そしてイランにも及んできた。ニハーバントの戦い642年、これでササン朝ペルシアが敗れた。ここからイラクはイスラームの世界に入っていきます。最初正統カリフの後、正統カリフ4代の後ウマイヤ朝、この時は首都ダマスクスですよね。けれどこのウマイヤ朝がアラブ人をなんか一段上に置き、異民族を税制で差別した、これは有名な話ですね。でこのウマイヤ朝が恨みを買って、そして750年にアッバース朝、このアッバース朝の時にイラクがバグダードを中心として世界の中心となった。古代の夢再び。アッバース朝は人頭税はイスラーム教徒になればみんな免除、ね、イスラーム教徒になれば人頭税はみんな免除、その代わりハラージュですよね、ジズヤは免除だけど地税のハラージュは、これはみんなアラブ人もペルシャ人もね、何人もみんな払いましょうと。だからその意味で平等になった。だからこの異民族を差別しない、でこれこそがイスラム教の教えにもかない。だからアッバース朝は長く続きました。とはいえ長く続きましたとはいうものの、例えばね、部合不調とか、あるいは11世紀のセルジューク朝、このセルジューク朝はそれこそイラクで起こったんですけど、こういう王朝が起きてくると、もうアッバース朝のカリフっていうのはもうほとんどお飾り、区物になってたわけですね。でこのセルジューク・トルコがマンジケルトの戦いですね、これで東ローマを破り、これが十字軍を誘発することになった。でなんかセルジュクトルコってなんかアナトリア半島にいたんかなと一瞬思っちゃいませんか。セルジュクトルコってトルコなんだからアナトリア半島に、いやもともとはこのイラクのあたりに起こって、けどこのマンジケルトの戦いでローマ破り、ローマというか、うん、キリスト教東ローマですね、ビザンチン帝国破って、それでアナトリアを自分のものにしたから、セルジューク朝がね、でそこからまあアナトリアがトルコというふうになっていきました。やがてこの地に13世紀にはモンゴルがドドッとやってきて、フラグっていうジンギスカーンの孫、このお孫さんがフラグっていうんですけど、このイランだかイラクだかの地域にドドンとやってきて、そしてイルーハン国、首都はタブリーズですね、を建国しました。この時にはモンゴル人がバグダードのもう書物をね、もう人類の知恵だったんですけど全部焼き捨てたっていう、あるいはもう川に捨てたという、チグリス・ユーフラテスに。ですからまずこの書物の破壊をやる前に
モンゴル人は皆殺ししますよね。だから川が二度染まったと。一度目は人々が殺されて赤く、二度目は本が流されてそのインクで黒く染まった。でこのイルハン国も結局内部分裂で崩壊し、そしてこの地にはサファビー、あ、失礼しました、その前にムガール帝国っていう、これまたすごいのが、あ、失礼しました、ムガールじゃなくてティムール帝国、失礼しました、このティムール帝国っていうすごいのがこの地域に来たんですよね。ティムールさんがやってた、これが14世紀から15世紀にかけて、もともとこのティムールっていうのはチャガタイ汗国、ここが2つに分かれて西チャガタイと東チャガタイになって、その西チャガタイから出てきたのがティムールさんなんですよね。だからティムールさんは自分ではテムジンの血を引いているっていうふうに言ってたとか、嘘か本当か分かりません。でこのティムール帝国というのがあって、でそれがまた滅亡し、そしてサファビー朝ですね。でこのサファビー朝はイラン、そしてイラク、この辺を支配するペルシャの王朝で、そしてシーア派を報じました。ですから今もイランはシーア派なんですよ。そしてイラクにも一部シーア派がこのサファビー朝の影響でいらっしゃいますね。そしてこの1299年からはアナトリア半島でオスマントルコが起き、そしてこれが13世紀の終わり、そして14世紀15世紀とこのオスマントルコがどんどん勢いを持つにつれて、このサファビー朝とぶつかりますよね。だからこのイラクの地はサファビー朝の支配下になったり、オスマン朝の支配下になったり、まあ国境線だったわけですね、この辺りが。やがて19世紀にもなってくると、このイラクっていうのはもう完全に力をなくし、それはオスマンがもう瀕死の病人みたいになっちゃったから。でイギリスをはじめとする列強のいいようにやられたわけですね。で石油が出るようになった。イラクは非常に石油が豊かなんですよ。だったらもうがぜんですね、このイラクに対して列強の、つまりイギリス、フランス、そしてアメリカの地にはね、こういった国々が触手を伸ばしてくるわけですよ。もう20世紀前半の中東地域というのはもうどこもかしこもむちゃくちゃでした。まあオスマンがそれだけ力なくしてたんですよね。第二次世界大戦後、バース党というその民族政党がこのイラクで起き、そしてそこからサダム・フセイン、このサダム・フセインが権力を持つように、もともと軍人さんですよね、サダム・フセイン、もともと軍人さんなんですが、まあ、バース島にいて、そして70年代の終わりに大統領になります、イラクのね。で80年代からはお隣のイランと、イラン・イラク戦争、これがまた8年ほど続き、そしてこのイラクには、つまりフセインさんが頑張ってたんですけど、サダム・フセイン独裁を敷いていて、その独裁のイラクにアメリカの兵器がどんどん流れた。やがてイラン・イラク戦争も終わったと思ったら、今度はイラクがちっちゃいクウェート、このクウェートに侵攻
これが90年の湾岸戦争、覚えてらっしゃる方も多いでしょう。そしてこの湾岸戦争でイラクは撃退されたけれど、つまり多国籍軍っていうのがクウェートの側についたからね。けどイラクとしては、あの湾岸戦争自分たちは勝利したんだと、フセインはそう言ってましたね。で21世紀あのニューヨークに飛行機があのビルに突入するという、そんな事件の後、なぜかイラクがね、なぜかイラクが大量破壊兵器があるという理由でアメリカに攻撃され、そしてフセインも逮捕、そしてフセインがあの処刑された。ただしフセインのような独裁者だから戦後のイラクはまとめられたけど、フセインがいなくなった後もイラクはカオスみたいになって無秩序だから、アメリカ軍がずっと駐留しなきゃいけなくなった、あの独裁者をいなくさせたから。であのブッシュ大統領時のあの子供の方ですよね、ブッシュ大統領はイラクはたとえ大量破壊兵器がなかったとしても、このイラク戦争によって以前より自由な地域になったとか嘘吹きましたが、まあイラク戦争におけるアメリカの介入に大義はなかった。一番迷惑被ったのはイラクの国民と、まだフセインの下で安定していたその秩序が崩れ、ですからシーア派とスンニ派がものすごいこうあの抗争を繰り広げたっていうのが、あの2004年5年6年とかあの辺のニュースではずっと言われてましたね。今2021年ですが、イラクはどうなってるんでしょうか。民主化されたんでしょうか。社会の秩序は保たれ平和になっているんでしょうか。ただしまああの辺りから何かしら、ね、テクノロジーの革新が起きたとか素晴らしい文化が出たとか、そんな話はもう全く聞かれませんね。やっぱりオスマンの衰退、そして列強の介入、そして20世紀から21世紀にかけてのアメリカとの戦いでもうイラクもバグダードもすっかり疲弊してしまいました。夢ラジオ3249回目、今回はイラクの歴史お話ししました。8時からは横浜の女子がオンラインで英語を習いに来ますね。私も準備することにしましょう。